はい、今日はちょっとすいません、突然すっぴんでちょっとあれなんですけど、なんかライトも上からショックで照らされてるから若干ちょっと顔が影になって見えにくいかなと思うんですけど、今日は旅行の日のメイクをやりたいと思います。まあ旅行の日のメイク言ったってまあそんな変わりはないのかなと思うんですけど、いや絶対その日焼けはとりあえず重視とか、なんか気に入ってるものをね持ってくるのが私の中では旅行の中ではベストかなって思ってて、あとできるだけちょっとね最小限に化粧品を少なくして重量を軽くするとかいう、そういういろいろとねお土産いっぱい買いたいから、そういうとこも重視しながらいつもやってます。はい、じゃあもう行きますね。でね、まず髪につけるね、ターバンというかヘアターバン、ヘアバンドなんですけど、これでっかい、いつもだったらこうタオル生地のこんなのがバッてつけてるんですけど、あれだとすごいかさばんから、荷物はできるだけ少なくしたい、持っていくものはって思うから、このすごいねもうちっちゃくこんなコンパクトにできるやつ、家で使うやつよりも緩いんですよ。でも本当はしっかりしまうのがいいんですけど、緩いやつの方が髪にね跡がつきにくいんですよね。跡がつかないので言うと、こうやって日本で売ってるね髪のね跡がつかないピンとかでもいいんですけど、これをねこっちとこっちでこうやって留めたりとかもしてます。で今から化粧していきます。スキンケアは終わってます。手も綺麗に洗ってスタートです。まずね化粧下地なんですけど、私完全に化粧下地忘れてきて、これ使います、いやこれ使いますというか買ったんですよ。これを持ってこようとして忘れたから、台湾の三越で買いました。あ、すいません、台湾です、言うの忘れてた。今台湾の台北のホテルにいます。ランコムの UV エクスペールトーンアップローズ、これがね SPF50 プラスのPA++++++4 プラスなんですよ。すごいで、しかもね 30ml 入りでこのサイズめっちゃいい。このねもうちっちゃいのがすごい嬉しい。もう旅行は絶対ちっちゃいのがいいから。で SPF この50プラス最高値のがね絶対、旅行中は本当に旅行で毎回日焼けするから、これをね塗っていきます。台湾で買ったんですけど一緒ですよね、日本で買っても多分。ちなみにね鏡はこのいつもちっちゃいのを使ってます。このねちっちゃいやつがこんぐらいなんですけど、これがねいいんですよ。ちょっとここライトがやだな、この真上からの。消しちゃったら消しちゃったでやばいですよね。消してもいいのかな、消してみるか、あえて。消した方がいいのかな、消した方がいいか。なんかさこっちの、あ、うわ、こっちの方がいいじゃん。ミスったな。最初からこっちにすればよかった。ごめんなさい。ちょっと塗り始めてから光の調節をしたから、最初と比較わかんないんですけど、このランコムの UV エクスペールのトーンアップローズ、これめっちゃ人気だから、もうでも、みんな知ってる方ばっかりですよね。次につける、これ、もうすごい大人気のやつ。ランコムのタンイドルウルトラウェアリキッド。私が使ってるのは B01 番ですね。私ね、ファンでもう本当にちょこっとにするようになった、最近。もうこれね、肌の調子が良くても悪くても、このファンではね、いつつけてもしっくりくんじゃなくて、ピタッとね、ひっついて、ちゃんと密着してくれるというかね、つけ心地がいい。でね、本当はこの段階で、スポンジを使ったらいいって言われたんですけど、私は、ね、つけた後に、こう、無駄なやつを取る感じで。ちなみにね、旅行行くときは、ジッパー付きのこの袋に入れてます。韓国ダイソーで買ったやつだったから、確か前のダイソー紹介でしょ。紹介したと思います。これ1個入れるのにすごいから、ちょっと汚くなりたくないから。これもね専用のランコムのね、このファンで専用のスポンジとしてランコムで買ったやつです。これも洗ったらね何回も使えるからね、ちょっとこれいいなと思って、こんな感じで。はい、もう大変なことに気づきましたよ。私これつけるの忘れてた。これめっちゃいいのに、まあいっか。ランコムの、タンイドルウルトラウェアブラーメイクアップベース、これをねメイクアップベースとこのファンデの間の時にこうね、この毛穴が気になる部分につけるんです。そしたら毛穴が埋まるっていうやつ、これいつもはします。はい、でここでね一旦これ旅行の時はね綿棒もこうやって一個ずつね包装されてるやつを使います。いくつか持ってきて、これ無印でいつも売ってるのを買います。今日のは無印のやつじゃないんですけど、いつもは無印のやつですね。でここのね眉のファンデーションがね埋まっちゃったのをこうちょっと取ります。しょっちゅう売ってるんですけど、私これアートメイクなんでね、眉はいつもアイブロウとか使えませんで、すごい楽。こんな感じで取ったら、次がねパウダーでちょっと気になる部分というかテカりそうな部分だけちょっとつけます。エレガンスのラップウードルオートニュアンスフェイスパウダーですね。この色を使ってます。もうほとんどないんですけど、これもうこの辺とかも色変わり始めてる。はい、これですね、鼻の部分と目の周りかな、目の下もちょっとこう
で、これで、一旦忘れないうちにチークしとこう。ちょっとね、チークいつも忘れちゃうから、チークつけときます。チークもエレガンスのスリークフェイス NPK101 番クリームフェイスカラー。クリームチークつけてます。画面で見るより実際がちょっと暗くってあんまり見えてないんですけど、見えてないところでやると大変なことなんですよね。化粧が濃くなったり薄くなったり。次が、ケイトのデザイニングアイブロウ NPX4 番。眉墨ライトブラウンって書いてますね。はい。3色あるやつを真ん中を使います。この真ん中を、この部分につけて、影をつけていく。こんな感じで入れて。鼻筋の部分も暗くてはっきり見えないな。ホテルによってね、明るさとかそういう問題で、いつも毎回変わるんですよね、化粧の感じが。旅行の時って。てか、なんかお腹空いてきたな。機内食がっつり食べたし、空港でもしっかり食べたんですけどね。夜友達とご飯約束してるから、もうめっちゃ楽しみ。語学動画一緒だった子たちでね、みんな台湾人の子です。台湾行くたびにね、会ってます。はい、で、次が、こちら、ハイライトなんですけど、めっちゃ汚いのが気になるんですけど、ごめんなさい。固まっててもう取れない、これ。ローラメルシエの、マットラディアンスベイクルパウダー、01番です。はい、この鼻筋にハイライト入れていきます。ズボラメイクだわ。毎回のことながら、随分なズボラメイク。はい、で、お次が、涙袋を入れていきます。ディオールの、スキンミネラルヌードルミナイザーパウダー、フェイスパウダーですね。これはもう何回も言ってるんですけど、ごめんなさい、クリスマス限定のやつなんです。しかももう取れちゃってるっていうね。こっち鏡なんですけど。これがね、もう私この色他にどっかないの？この色が一番涙袋に合うんだけど、しかもすごいキラキララメ。ピンクの、これ好き。どうしよう。本当にさ、これより超えるものないんだけど、ほんと。しかもね、大変なことに気づいたよ。これ、こういうやつ持ってきてないじゃん。これでいいかな？もうこれでやっちゃおうか。やば、忘れてきた。大変だ。あ、でも全然いけるか、これでも。お腹すいた。この後何食べようかな。なんか、友達と会うまでにまだ2時間ぐらいあるから、ちょっと人気のドーナツがこの近くあるって聞いたから、ちょっとそこドーナツ買いに行ってみようかなと思って。はい、次。涙袋の下に、これちょっと線を入れていきます。これがね、いつものことながら、もう毎回一緒なんですけど、メディアのアイブロウペンシル AABR ナチュラルブラウン。ピント合ってくれ。あった。はい、これですね。ちょっと目の下にね。あんまり目尻の方入れない方がいいって友達に言われた。私、釣り目が嫌なんですけど、釣り目に見えるそうなんで、あんまり奥までキュッと入れちゃうと、このだからここぐらいまで、目尻いっちゃわないぐらいまでをいつも入れて、あんまり濃すぎるといけないから、さっきのこのチップでぼかす、うっすら線が入るぐらい。はい、あ、ごめんなさい、ちょっと忘れてた。このまま一応この眉をね、さっきまたパウダーのせたのがちょっとかぶってたらいけないから、もう一回パウダーをこうちょっと取ります。こんな感じでですね、眉出てきた。もう眉しなくてもいいのがすごい好き。あと忘れてたけど、これまつげね、まつエクしてるんですけど、もうほぼほぼまつエクない。で、次が、アイシャドウですね。アイシャドウはもう絶対これみんなにね、これ何使ってんの、すごい綺麗な色って言われる、これ使うと。そんな、エクセルのリアルクローズシャドウ CS07 番フラワーパレッタ。これ1500円なのにめっちゃいいわ。もう他使えなくなっちゃう。他にも気に入ってるのいっぱいあったのに、もうずっと最近これ。これいいわ、本当に。ごめんなさい、色言ってない。はい、この4つの色のこっちのね、薄紫っぽいこの色を使ってます。この色、これをつけた後に、今次からこの目の際のところにこの濃い紫をつけます。このちょうど私のネイルの色みたいな感じで、こう目のね、際のところをこうやって。なんか友達と会う時はね、メイクしっかりやりたいって思うから、トリババだけと2人で旅行だったら別にもう適当なメイクでいいかなって思ったけど、友達と会う手が1回入ったから、ちょっとしっかりメイクしようと思って。で、次がこうキラキラのせます、ね、ボビーブラウンの、あー、これまた読めないな、ごめんなさい、ルックスアイシャドウリッチスパークルのムーンストーンですね。はい、これなんか大好きな YouTuber さんがおすすめしてて、それ見てからずっと使ってる。美容系の YouTuber さんすごいな。私のこのズボラ見たらすごい恥ずかしいから、まあ見てないわ多分。コンテンツが全然違うから。はい、
これ上にも使うし下にも使ってて、っていうのもあの旅行の時はねこれ1個で済ましちゃうと、あの上につけるアイシャドウも下につけるやつも全部これ1個で済むから、できるだけ少なめの化粧品でって思って、目尻アイライナー描いていきます。これがねキャンメイクの、クリーミータッチライナー02番アイライナーですね。で次にさっきのこの同じアイシャドウのやつで、今度はこっちを使います。ちょっとピンクっぽい、薄いピンクっぽいやつをつけて、目尻の下のとこにこう、でさっきのこの濃い紫も一緒につけます。暗いから全然見えてないけど、こんな感じになりました。はい、でね、目のここにちょっとキラキラを入れます。そうするとちょっと目が華やかになるかなと。ちょっと気持ち目が大きく見えるのかな、気持ちかな。目頭の下の部分からちょっと中間ぐらいまで、こっちも同じく引けたかな、こんな感じかな、見えてるかな。で、唇ですね。唇を、まずこのクラランスの食べても落ちないようにウォーターリップステインのオレンジですね。これをいつも使ってます。こう食事とかがあるときはねこれつけてると落ちないから本当に。で、これは内側だけつける、唇の。なぜかというと上からまたつけるやつあるから。もうこれが好きすぎてさ、もう本当に見てほしい、これもうほぼ使い切った、もうちょっとでなくなる、もうこれかなりフル活用で、リップがディオールのアディクトラッカースティック620番ですね。ポイズナスって書いてます。これ見るかな、これちょっとこれ綺麗じゃないですか、この色。本当はね下のティンタもダークなんで揃えたらいいと思うんですけど、意外とこの組み合わせでねなんかいいなと思って、私気に入ってるからいつもオレンジのやつつけて、このダーク、ちょっとダークっぽい。でもこれ、はい、ごめんなさい、今もう塗ったんですけど何やら勝手に止まりましたね。止まったの気づかなくて今気づいた、よかった気づいて。なんかいまいちボケてないけど、こんな感じで色綺麗ですよね、この色すごい最近気に入ってて、はい、こんな感じかな。で完成じゃなくって最後にこれ口紅落ちないように落ちないようにしたいから、口紅コートつけます。コーセーの、リップジェルマジック EX、 これをねよく振ってから、前使ってたねやつ、あの別の種類のであったんですけど、それをねあの買い足しで買おうと思ったら、お店の人に、あ、そのシリーズだったらこっちの方が人気ですよってこっち勧められてね、新しくこっち買ったんですよ。でもね、私つける時のつけやすさはこっちね、入り口が小さいからちょっとずつしか出なくって、あっちの方がつけやすくて好き。でもどっちかというと落ちにくいのはこっちかもしれない。なんかつけやすさを重視するか落ちにくさを重視するか、まあ、どうなんだろうな、あっちもすごい良かったんですけどね、迷いどころだわ。で最後ね、香水はねこのちっちゃいのをいつも使ってます。なんか香水買っておまけでくれるやつをいつもつけて、これ何なんだろうな、アエリンっていうところの、全然読めない、もうとりあえずパリのやつです。中道かなぁ、私朝つけたんじゃない、やっぱりつけすぎになっちゃう。で最後に人気の、クラランスのフィックスメイクアップでいいのかな、はい、これですね。これも完全に人気のやつだから、これで化粧をねバッチリ固める。だいたい4プッシュぐらいします。OK で温まったので、このコテはねなんか前これ確か台湾で買った気がするな、なんかすごい軽くてちっちゃいんですよ。で安かった、これ1000円ぐらい、1000円もしなかったかな、1000円しなかったと思う、600円とかで買ったかな。でこれあの普通にアイロンとしても使えるし、ここでねストップ止めたらこの巻くやつでもできるっていうね、すごいなんかちっちゃくて軽いのもいいから買いました。ちなみに台湾で買うとねプラグが日本と一緒だからありがたい。あんまり巻くと究極に短くなっちゃうっていうね悲しさ。こんな感じでいいかな、できた。でこれでねちょっとあのよくはないけど、もうこれで固めちゃいます。でケープもねこれあの固めるやつ、ちっちゃいやつ、このねミニサイズ、いつもあの大きいの買うと無料でちっちゃいのついてくるやつあるじゃないですか、これを旅行用にしてます。このちっちゃいのだけでもね旅行用のコーナーとかで売ってたりするみたいなんですけど、完成しました。
はい、ちょっとスプレーつけすぎたみたいだけど、はい、こんな感じで完成しました。すごいなんか途中ジュース飲んだりすごいズボラだし、かなり自由なメイク動画になりました。私が旅行するときはこんな感じで、まあどっちかというとまあ化粧品を少なめにするってことと、あとできるだけちっちゃいもの、こんなケープのやつとかもそうだし、ハイライトのやつもすごいね、あのローラメルシーのやつ、まあ、普通サイズじゃないんですよ、ちょっとちっちゃめのやつで、なんかあれねおまけでもらったんだったかな、旅行用にしてます。旅行とかで1泊2日とかだったら本当にあのおまけでサンプルでくれたやつとかを詰め込んでできるだけで持ってったりもします。まあ、こんな感じで、ね、荷物を少なめにしてお土産をたくさん買って帰るっていう方法をいつも私は取ってます。まあ、よければね、はい、こんな感じなんですけど、参考にならないかもしれないけども見てもらってありがとうございます。以上、とぎもちの、旅行の時のお化粧動画、メイク動画でした。なんか喉乾いた。さっきコンビニ寄ってジュース買ってきたんですよね。これこのね、アスパラガスジュースをちょっと飲んでみます。アスパラガスジュースってなんだ、やばいじゃん、ストローないじゃん、ストローもらうの忘れちゃった。コップない、コップどこ、まあいいか、このままちょっと。でもめっちゃトウモロコシの匂いする。おー甘っ、あ、美味しいよ。あーでも確かにアスパラガスの味だ。でもなんかジュースにしてもおかしくない、甘いアスパラガス、美味しい。あ、こりゃいいわ。これ飲みながらしよう。